桂田容疑者の身柄は昨日午後5時前にこちらの釧路海上保安部に到着しました。そして今もこちらにあります。周辺には大勢の報道陣が詰めかけていて、あの事故から2年以上経った今も関心が高いことがうかがえます。桂田容疑者は昨日業務上過失往来危険と業務上過失致死の疑いで逮捕されました。運航管理責任者として安全を確保する義務を怠った疑いですが、捜査関係者の一人は乗員乗客26人が死亡もしくは行方不明になった事故で、当時船に乗っていた人が誰もいない状態で証拠を積み重ねることの難しさに言及し、これだけの時間がかかったのではないかと話していました。桂田容疑者の身柄はこのあと午後昼過ぎにも釧路地方検察庁に送られる見通しです。以上、中継でした。